はい。こんにちは。ナタヒャオです。本日、ソニーさんのヘッドホンですね。こちら、WH-1000XM5。こちらをですね、開封して、かつ、まあ、ファーストインプレッション程度になっちゃいますけども、使ってみて、まあ、感想を述べていきたいなというふうに思っております。去年ね、XM4 の方も、試したりしてたんですけども、ついに、この新作も出てきたということで、まあ、先日、リンクバッズ S、あれはまあ、イヤホンなんですけども、まあ、それも試したり、まあ、ここ数年間、ソニーさんのね、ヘッドホン、イヤホンっていうのを、ね、試す機会が出てきていて、まあ、ありがたいことですけど。で、結構、俺多分それ褒めることしかしてないというか。いやでも、本当にいいんですよ。まあ、私が例えばね、ゲーム機だったらプレイステーション5使ってたりとか、まあ、そういったところでのその連携とかね、あったりもするでしょうし、あとはね、Android スマートフォン、だけでなく、iPhone でも、このソニーさんのこのイヤホン、ヘッドホンっていうのを連携して、それぞれ各々の、なんて言うんだろう、好みに、なんて言うんだろうな、ちゃんとこう、変えて設定するっていうのが、かなり、一回やってしまえば簡単にできたりとか、もちろん新機能も加わったりとか、そういうのがやりやすくなってるっていうのもあるかなというふうに思いました。もちろん、あんまりこう、そういうのが得意でない人にとっては、煩わしい、なんていうのは、そういうクライアントアプリになってしまっているかもしれないんだけども、それがまあ、ここ数年で俺もね、そんなになんていうんだろうな、ずっとこのソニーのヘッドホンを使ってるわけじゃないけど、それでもこう何回か使っていく中で、まあ、だんだんと、このアプリもね、使い勝手がいいなっていうふうに、アプリ自体の進化もそうだし、俺自身も慣れていくっていう中で、そういったこう、まあ、慣れですけどね。そういったところからも、おそらくこのソニーの、まあ、オーディオ関係のガジェットですよね。こう、印象が良くなってるってるのかなというふうに思います。それとあとはデザインかな、やっぱりね。子供の頃からソニー製品っていうのは慣れ親しんでいますけども、やっぱり、まあ、もちろん黒歴史ってものあるかもしれないですけど、いいんすよね。デザインそのもの自体はやっぱベースとしてはいいものがあって、で、特にそのオーディオ関係、ちっちゃいイヤホンから、まあこういう大きなヘッドホンに至るまでですけども、理にかなっている、まあ要はその人工、工学的なところで理にかなっている形でもありながら、それを見て、そして触るっていうところでも、なんかこう美しく、そしてその心地よいものに仕上げてるっていうのが、まあこのオーディオに関して言うとずっとしてくれてるっていうのが俺の印象で、まあだから今回おそらくまた褒めることになると思うんですけども、期待もしてるんですけども、こいつをね、開封しながらやっていきたいと思ってます。で、ただね、今の段階で、その発表されてる内容だったり、スペックだったりっていうのを見ている限りだと、もしかしたらこの XM4、昨年のものですけども、それを今、快適に使えている方々にとっては、わざわざ買い替えるほどでもないかもしれないですね。5万円ぐらいするし、これ。5万円ぐらいしちゃうんで、かなとは思ってたりします。もちろん、その XM4 から様々な点がですね、ブラッシュアップされていて、まあ、デザイン自体もこんだけ変わってるんですけど、中の機能面で、においても結構変わっていたり、例えば、ノイズキャンセリングなんかでも大きく変わってますね。その、まあ、オプティマイザーって言って、その、自動的にこう、まあ、調整をしてくれる機能だったりとかっていうのも進化してますし、まあ、マイクとかも増えてるんですよね。確か、前回が、
5つとかかな？ 4 つだったか5つだったっていうのが、今回8つマイク搭載されていて、その8つのマイクのうち4つが確か、こう通話時の、ノイズキャンセリングに適用されたりとかっていうところで、ビームフォーミングマイクかな？なってたりするんで、まあ今って、まあもちろん、電話自体をする人は減ってるかもしれないけど、その他のことで通話をする、ということは増えてたりすると思うんですよね。まあ、それぞれの目的。まあ、普通の一般的な通話もそうだし、ゲーム内でのっていうところもそうだし。そういう中で言うと、こういうところでも、すごく、ノイズキャンセリング一つとっても進化してたりしますと。うん。で、まあ、あとは、まあ、バッテリーはそんなに変わってないのかな。ノイズキャンセリングをオフにした時の使用時間としては伸びてるんですけど、実際問題そのトータルの充電時間っていうのは伸びてきていたりするので、もしかしたらそこをネックに感じる人もいるかもしれないですね。ただ急速充電に関してはパワーアップしてたりしますというところもありますし、まあそうやってですね、ちょこちょこその改善ブラッシュアップっていうのは当然されてきてるわけですけども、XM4 でも十分に良かったんですよね。で、あと、昨年はそのホワイトを触ったんですけども、その白さのその尊さっていうかね、もうほんと尊いって言えるレベルの白さだったんで、そこを例えばこう、ゲットしてる人だと、なかなかこの XM5 を、もちろんその、音にこう、こだわりを持ってる人だったらいくらでも、だと思いますけども、まあ、XM4 で満足してる人は一旦 XM5 を置いといてもいいんじゃねえかというふうに今の段階では思ってるところでありますけども、果たしてそんな考えも覆すぐらい良いことになっているのか、もしくはなんかこう触っていてね、ああこれやっぱいいなと思うのか、はたまた逆にいやここはどうなのっていうところがですね、まあこのファーストインプレッションでも目立ってしまうのか分かりませんけども、ちょっと開けていきたいと思います。はい。ということで、開封、早速していきたいと思います。この下側の方から、ちょっと裏にかけて、見せられない、ちょっとラベルが貼られちゃってるので、そこだけちょっと、まあ、お見せすることできませんけども、表はね、こんな感じになってます。まあ、もう、ご存知の通りで、もう大幅にデザイン変わってるんですよね。で、この見てくれん、っていうところでの賛否両論もあるかもしれませんけども、まあ実際問題この方が利点があるんだと思うので、まあそこも確認できたらいいですね。開けましょう。いきます。はい。来ました。ケースにもう入ってるんだね。で、これがまあトリセツなりそういったものがまあ入ってるってことですね。ケースはこんな感じですか。おー、いいね。XM4 の時にもこういうものになってましたけども、これソニーのね、ゴールド。いいなぁ。結構硬めの表面は、硬めのものになってますね。で、多分これ形状的に見ると、中からヘッドホン本体を出したら畳めるんじゃないかな。行きましょう。おー。XM4 の時は、ここら辺がこう折りたたんで、こういうケースに入れるっていう感じだったんですけど、5からは折りたたまないと。折りたたまなくていいですよというものですね。うわ、なんだろう、重さってほぼ変わんないんですよ。5グラムぐらいですかね。5グラムぐらいしか軽くなってないんだけど、持ち心地軽い。うん。持ち心地軽いなぁ。なんだろうな、これ。こういう、
バランスなのかな。こっちとここのバンドの部分との重心のバランスなのか、めちゃめちゃ軽く感じるんだけど。で、いいね。すごいいいね、この触り心地。触り心地いいなぁ。こう中もうちょっとふわっとしますね。ここら辺にあるけど。中もちょっとふわっとするんだよな。これ外すの怖えな。で、ちゃんと低反発ですね。この上側もそうだね。ここが硬いっす。ここ硬くて、ここから柔らかくなるっていうところですね。もう見てわかる感じだけどね。こっから変わってんなーっていうのが、ポコッとしてるからわかりますけども。ここから柔らかいですね。重さもそんなになんかこう集中するっていう感じはないかな。ちゃんと分散というか、この幅分だけどね、分散されてる感じはちゃんとするな。重さっていうのはそんな感じないですね。おお。で、ここまで動く。ここまで動く。から、まあ、首にかけようと思えば、こう首になんで、かけて留めておこうと思えばできるっちゃできるかな。この回転ぐらいだったら。首にかけておくときはこうなるか。こうっていうよりは。こうなるかな。今の時期だとこっち側の方がいいかもしんない。変な話、こう、例えば T シャツとか着てって、体側に、この耳につけるのがこっちにあると、体側の熱っていうのもここに溜まるじゃないですか。で、しかも結局、こうやってね、閉ざされちゃうわけで。だったらこっちで解放されてた方がいいかもね。つけた後も、そうだし、これからつける時も、こっちの方がいいかもしんない。つけた後だと、実際まだこう耳の方の熱っていうのがここにこもってる状態だから、これが体の方にそのまま密着すると、それはそれでなんかちょっと不衛生な感じする。こっちになって、変な話、こう乾燥がちゃんと進まないと いけないのかなって思ったりしなくもない。だからこっちの方がいいんじゃないかなって思うね。で、こういうとこだよね。こう触り心地めちゃめちゃ柔らかいんですけど、ちゃんとこう、エッジが立つところはエッジが立ってるんで、こうプロダクトとしてのかっこよさがあるんだよな。いいね。で、こう、強くもなく弱くもなくって感じですかね、この締め付け度合いは。で、ああ、なるほど。無段階かな？無段階ですね。ここは賛否ある気がする。メモリになってないで、無段階になってること。ここは賛否あるかな？好みの問題だと思いますけど。強さは、そうね。なんか、つけたりとかしてるときに、外した瞬間にとか、そういったところで自分のちょうどいいところが変わってしまう感っていうのはそんなにないかもしれないです。この、硬すぎもしないけど、ちゃんと何かの拍子でこう閉じるってことはないようになってますね。軽く曲がってるからそういう風な感じなのかもしれない。良さそうです。で、ボタンや端子はこのようになってますな。電源あって、NC あって、ジャックと USB。ここは、ここか。ここがインジケーターになってるんだな。OK。
で、この黄色いところが一応マイクでもあるのかしらね。そんな感じはするな。OK。ゴールドのソニーロゴ。いいですね。これね、細くなってても、ちゃんと、さっきも言いましたけど、分散されていますけども、細くなってるから、なんだろうな、ヘアスタイルとか気にしてる人にとっては影響が少なくなって、こっちの方がいいかもしれないですね。そういう利点はある気がします。で、あと、ケースに入れる、もしくは、こっから出して使うっていうところを考えると、わざわざ前回の XM4 みたいな、ここを折ってしまうっていう、これはなくなったのは一ついいことかもしれないっす。その、速攻でしまえる、速攻で使えるってことですから、要はワンクッションなくなるわけですよね。ユーザー側でやらなきゃいけないことが。そこはいいことだと思うな。で、ここにケーブル類が入ってる、入れられるというとこです。これ自体はマグネットの蓋になってますね。さっき言ったような、中に何も入ってない時、あ、こうやって潰せますね。一応潰せるようにはなってます。まあ、これぐらいなので、なんかそんな大層なことではないかもしれないですけど、潰れてもいいですよっていうものになってますね。これはね、なんかすごい具体的な使い方みたいな話になっちゃうかもしれないけど、なんかポーンとその楽屋とか なんかそういうとこにバッグに入れてボーンと押し込んでる時もこれぐらいになるのはいいなってのは思ったりするよ。なんかその上から他の人の荷物とかなんか乗っけられたりぎゅうぎゅうに詰められてもこうなってれば大丈夫っていう感じがする。あとめっちゃすごいピンポイントなことですけど。まあ普通に一般的にもなんかバッグの中にこう入れて持ち歩くっていうところでもそうかもしれないですね。使ってない時、中に何もない時小さくなるっていうのは一つ利点といえば利点かもしれないです。OK。じゃあ、早速ちょっとつけて装着して試してみようかなというふうに思います。どんな感じだろうな。今、こう持ってる感じだと好印象な、感じですけどね。もちろんこう見てくれっていうところでもっとこうしてほしいっていうのは人によってはあるかもしれないけど、完成度は高いよ。綺麗だし。このさ、なんかこう、カーブとかを使いつつ、エッジ効かせるところはエッジ効かせるって、こういうのいいよね。こういうのいいなと思います。まあ、四の五の言わずちょっと装着して、試聴をしてみましょう。なるほど。いや、すごいかも。すごいかもしれない。いやー、なんだろうな。でも、厳密に今、XM4 を横に置き、それとこう、交互に比べたっていうわけではないんですが、いや、XM5 すごいっすよ。すごいですね。普通にスマホでの音楽視聴っ
っていうところと、あと今、PlayStation 5に接続してのっていう、まあゲーム体験でっていうところですね。で、まあその中で 3D オーディオの設定とかもちょっといじくりながらやってみたりしたんですけども、まあもちろん、なんかこう、何時間もぶっ続けてやってみたとかっていうわけではなく、もうファーストインプレッションはファーストインプレッションなんですが、XM4 でも体験したはずなのに、この XM5、しっかりと感動しました。すごいですね。その音楽に関しては、なんて言うんだろう。そんなにこう、普通の、なんかその CD 音源で、聞く分には、おそらくそこまでなんか 3D オーディオが大切だったりとかっていうのはしないと思うんですよ。今のこの 3D オーディオがなくても十分にそれぞれの楽器っていうのをしっかり聞き取れてとかって、別にこのソニーのヘッドホンに限らず、そういうことって感じれると思うんですね、聞いてる人たちは。でも、やっぱりそこにプラスアルファ、そのソニーのノイズキャンセリングが加わることによって、で、この音楽体験っていうものが総合的になんかベースアップするっていう感じだと思うんです。で、ソニーの場合はしっかりとノイズキャンセリングでし、あの外部の音を遮断するっていうだけではなくって、その外部の音を取り込むっていうね、その、この今のこのリアルなこの中での使い心地みたいなところ、そこまで考えられてるので、やっぱユーザーにとってどうとでもいけるっていうか、まあ、例えばこの、これをつけながらそのままコンビニに入っても、ちゃんとその、レジの人とのこの会話できるし、もちろん仕事でつけていたとしても、話しかけられてもそれにちゃんと気づけるっていうことができてたりとか、このリアルの中で、いかに自分も含めてですけど、音を自然に楽しめるかっていうところが、このソニーの MC 機能っていうものは追加されることによって構築されてるなっていうのは、この XM5 でも感じれるんですけど、プラスやっぱ 3D オーディオで、ゲーム、ここになってくると、もちろんその音楽視聴でも、まあ、特定の、コンテンツではちゃんとその 3D オーディオの、あ、これがある方がいいねってなるんですけど、特にゲームですよね。まあ、昨今だと、まあ対戦型のゲームだったりとかっていうのが注目されてはいるので、それでの、例えばその定位ですよね。っていうところも、もちろん大事なんだとは思うんです。そういうところで真剣にゲームをやってる人にとってはね。ただ、こいつは、おそらくそういうスポーティーなものというよりは、よりそのドラマティックに、で、かつその世界観の中に没入するっていうのに、適してると思ってて、これは XM4 からもそうだと思うんですけど、特別この XM5 になってくると、それがもうこれで完成なんじゃないかっていう。今、ちょっとアンチャーテッドやってみたんですよ。で、今年出たプレイステーション5版のものをやってみたんですけども、すごいですね。その、どこからどの音がしてるかっていうのがもう即座にわかる。まあ、アンチャーテッドなんで、もちろん、時には銃撃戦だったり、爆撃だったりっていうのを受ける、そのゲーム内容ではありますけども、自然の中で、アドベンチャーをしていくっていうものなので、水の流れの音だったり、風の吹く音だったり、それで木が揺れる音とか、小鳥がさえずってる。鳴き声が聞こえてる。その方向も全部。で、その方向から、まあ、キャラクターを操作して背を向けたりとかってすると、その、まあ、その、音自体がこう、減退していくわけですよね。もちろんそれが離れていってもそうだしっていうのが。それがもう、こう、頭の中にこう、ガンとこう、なんて言うんだろうな。ここにあるんですよ。もう、この中で広がるんですよね。これは間違いなく感動しますね。で、まあ、今回だとこの XM5 っていうのは5万円ぐらいするので、なので、まあ、冒頭でも言った通り、XM4 で同じようなことで感動して、
今もそれ満足してるんですっていう人が買い替えるべきなのかっていうと、あのお金に余裕があったら買い替えてくださいとしか言いようがないですね。あの XM4 でも俺は感動したし、特に去年出たそのホワイトなんかは本当にあの尊い色、そしてあの付属品に関してもちゃんとホワイトで全部まとめてきていて、でそれとゴールドとの合わさり方っていうものすごい完成されたものだったんですよね。だからああいうものを持っていて今それで満足してるっていう人が、ああ新しいの出たんだって、もちろん気になるとは思うんですけど、なんかそんなにこうわざわざ頑張って買い替える必要はないぞっていうふうには俺は思いました。ただし昨年のこの XM4 の評判からソニーのこのヘッドホン気になってたんだよねっていう方はですね、間違いなくこの XM4、5は買って損はしないと思います。特にこうやってそのソニーの機器を持っていてっていう方だと、もう特にその体験っていうのは広がるなっていうのは、実際に使ってみて、おーっていう感じですね。で、その中でも、ただスポーティーにゲームを楽しむっていうパターンだと、このヘッドホンじゃない方がいいんだろうなと。よりその、変な話、ぼっちで。ぼっちで、そのゲーム、タイトルの中に没入していきたいと。いう方、もちろんその映像コンテンツもそれでしかりですけども、没入していきたいんだっていう方はね、特にこれですよ。うん、で、すごいミーハー的な考え方、ちょっと言ってしまうようですけども、先ほどちょっとね、その動画外で、昨年の XM4 と、この XM5 のね、やっぱり、見た目的にもちょっと見比べたいなと思って、XM5 を今一度ですね、ソニーさんのサイトを見ながら確認もしてみたんですけど、なんだろうな、この新しい方がさ、洗練されてるように見える。なんでしょうね、これはもうミーハーだからなのかな？あれですけども、俺はもう個人的に XM5 を触った、こうやって体験した、こう目の前で見てる、ね、さ、こうやってこう触ってる、ね。いや、XM5 いいっすわってなっちゃう悔しいかな。本当にここリンクバッド S の時にも言いましたけども、ここ数年のソニーのオーディオ機器、いいものが本当に多いというか、いいとしか言ってないというか、ちょっと動画長くなって申し訳ないですけども、本当にそんな感じです。はい。で、もちろん、ソニーらしく、まあ、その自動的にそのノイズキャンセリングのあれをこう、自動的に最適化してくれたりとかって新しい機能入ったりもしますし、あとはその、ユーザーが今どういう、こう、なんていうんですかね、行動なのかっていうね。こうやって、デスクとか、まあ、ソファーでも何でもいいですけど、座って止まっている状態なのか、歩いている状態なのかとか、そういうことも含めてやってくれて、でそれに、こう、連動して、動いてくれたりするわけですよね。通話が終わったら、あらかじめ設定されて、その Spotify のアプリが起動して音楽が流されたりとかっていう、まあ、より、今後そこは強化してほしいところですけど、リンクバッツ S の時にも出ていたような機能がこっちでも体験できたりとか、するわけで、この先のこういうヘッドホン、イヤホンも本当に楽しみですし、まあ、ここ数年でしっかりと、その、なんて言うんだろうな、我々もユーザー的にも体験していける、体験しやすくなってきているというところでは、ソフトウェアでアップデートしてくれるっていうところですよね。今回これソニーさんの方から届いてるんですけども、届いてから起動している中でも今そのアップデートも行われたりしました。うん。で、割と、こう修正、なんか不具合があったら修正はしてくれるし、新しい機能の中でブラッシュアップがあったらそれはアップデートしてくれるし、ここ近代のこのヘッドホン
とかイヤホンっていうのは本当そういうところ素晴らしいなっていうふうに思いました。もちろんなんかその音の再現性としてそのままをしっかり再現する、フラットにしっかり再現する、色をつけるなっていう考え方の人もいるとは思うんですけども、こういった形で楽しんでいくのも現代のその音響というものではすごくいいんじゃないかなというふうに個人的には思ってます。もちろんその、まあ、ガジェットが好きなんでね、その新しいテクノロジーっていうところに、まあ、どうしても惹かれてしまうっていうのはありますけども。これは素晴らしいものを作る。これ、ホワイト出るんでしょ？あの尊きホワイト出るんでしょこれ。あの尊きホワイトが出た日にはもう確実にカイナヘッドホンだと思うのよ。何ヶ月後に出るのか知らんけども、出すよね。ソニーさん出すでしょこれ。ホワイト。ホワイト出てくんなきゃ。あの尊きホワイトでこれをね、出してほしいっすわ。マジで。ええー。いやー。これはね、お金に余裕のある方は、ぜひぜひ、購入してみてください。もちろん、プレイステーション5があれば、なおよし。はい。まあ、それでなくても、音楽視聴、動画コンテンツ視聴、いいですよ、これ。なんだろうな、この、持ってても、もう重く感じないんだよな。俺結構ヘッドホンって実は苦手なんですよ、そういう意味では。なんだけど、いい感じでしたね。速圧も別に強すぎないし、まあ、気になるのは、やっぱここがメモリーじゃなくなった部分かな。カチカチカチっていうところがなくなったのは、俺は個人的には、カチカチカチの方がいいなっていうタイプ。なんです。安心感というか。はい。ちょっとうまくそこはあれなんですけどね。好みだと思いますけどね。こういうと無段階の方がいいっていう人と、カチカチがいい人っていうのは、無段階、俺はカチカチ派ですかね。そこぐらいですかね。あとはなんか使っていく中で、例えばそのワイヤレスで使っていくっていうところでも、人が多いところとか、電車の中とかっていうのでの、その、まあ、ウォークマン系のミュージック、メディアプレイヤーだったり、そのスマートフォンとのワイヤレスでのこの接続での安定感っていうのは試せてないので、そこはどうなのかなっていう感じはしますね。俺自身は、外ではヘッドホンよりイヤホン派なんですよ。まあ、そこら辺ね、外で使ってないので、あれですけども、いや、またいいもの作ったなぁ。いいもの作ったと思いますよ。動きも滑らかだし。はい。ということで、ソニーさんの WH-1000XM5、お見せいたしました。何度も言いますが、お金に余裕のある方、買いです。はい。特に、まあ、プレイステーション4でも楽しめますけども、プレイステーション5なり、持ってる方、特に、どうぞ、ということです。まだ見てな。バイバイ。